のーやったオーロラに勝ったよっしゃすごいっすよゼロどうだ特訓の勝利だぜおい聞いたかああ海原エイトが負けたんだって顔に落書きされてベイパークから飛び出してったらしいぜいつも負けた相手に自分がやってることだろちょっといい気味だなでも一体誰がオロジャの耐久地獄を破ったんだああそれなら俺見たぜ本当確かこの前忍にベイパークから叩き出されたやつだよあいつか、うん、やっぱりここにいたな気流院忍この前は負けたけどあの後ゼロはすっごい特訓をしたっすよもう一度勝負だお前にこの前の借りを返してやるあ、なんだよ逃げるのか逃げるお前との勝負はもうついているはずだな俺は諦めないぞ。必ず忍ぶともう一度バトってやる。そして絶対に勝つんだ。すげえ。あいつこの前よりずっと強くなってるんじゃないか。バトってくれないんじゃリベンジしようもないんすけどね次だ次どんどんかかってこいこのままじゃ彼も収まりがつかないわね飛龍院忍の忍びサラマンダに黒金ゼロの侍イフレイドか俺たちの蒔いた種は確実に芽吹き始めているん翼そろそろ次の段階に入ってもいい頃だな俺も同じことを考えていたところじゃいそういうことならまずはこの弁慶に任せてもらおうかいおはようみんな今日も元気か今朝はブレーダーのみんなにビッグニュースがあるぞビッグニュース?なんだ?ビッグニュースだってよブルーバーガープレゼンツベイパークワンデイトーナメントの開催が決定したぞワンデイトーナメントブレーダー諸君ブルッて参加してくれなんだってワンデイトーナメントああ全国にはまだお前のようにゼロ G スタジアムを知らないブレーダーたちもいるからな全国配信されるミニトーナメントを急遽開催することにしたなんで店長が一番目立ってるんすかミニトーナメントとは言っても WBBA 公認の正式な大会じゃあの飛龍院忍も出場するじゃろ出るあ俺も絶対出る大会だったら忍だって俺と戦わないわけにはいかないからな店長まさかそのためにな何を言ってるんじゃ俺はベイパークの指導員だぞベイパークに集まるブレーダー全員のレベルアップを図りたいだけじゃじゃがゼロお前にはコーチとして一言言わせてもらおういいか勝つことだけにとらわれて小さくまとまるな小さくお前の最大の魅力はそのパワーとサムライ・フレイドの攻撃力を最大限に生かした破天荒なバトルにある型にはまらず今持てるお前の力の全てをぶつけるんじゃああ任せてくれ俺を鍛えてくれた店長のためにも必ず結果を出してみせるぜその意気じゃいそうと決まりゃ早速特訓だ特訓あジェロ
技の磨きをかけて必ずお前に勝ってみせる。さあ、急遽決定したベイパークワンデイトーナメント、突然の開催にもかかわらず会場には多くのブレーダーたちが集まっているぞ。そしてこの大会の進行を務めるのはもちろんこのブレーダーガイだ。やってやる。お前と戦うまではどんなことがあっても負けるもんか。それでは主催者の方から一言どうぞ。ブレーダー諸君、ここにベイパークワンデイトーナメントの開催を宣言する。勝者と敗者に次々と明暗が分かれていくブレーダーたち、そしてキバルカー、今大会最大の優勝候補飛龍院忍選手、余裕の1回戦突破だ。俺も負けてられるか。行くぞイフレード。ぶっ飛ばせ、イフレード。よし、まずは一勝。くそ、こいつこの前よりまたパワーアップしてやがる。決まった、黒金ゼロ選手のサムライインフレード。なんてパワーなんだ。なんでエイトを倒した時の攻撃をしなかったんすかね。きっとしのぶくんと当たるまでは手の内を見せたくないのよ。あいつがゼロか。そうだよ兄ちゃん、調子こいちゃってムカつくっしょ。けど兄ちゃんが大会に出場すれば優勝間違いないのに、なんで出てくんないのさ。みんなの前であの熱血バカを叩き潰してほしかったのに。焦るなエイト、たかがミニトーナメントの優勝など何の価値もない。それより敵を知り己を知らば百戦危うからず、完璧に勝利するためには完璧に敵のデータを集めることだ。兄ちゃんかっこいい。決まった、また決まった。強い強い、圧倒的な強さでゼロ選手と忍選手が勝ち進んでいく。決まった、ゼロ選手決勝進出決定だ。よし、決勝まで行っちゃった、うん、なるほどな。決勝の相手はもちろんこの人、飛龍院忍選手だ。いよいよっすね。ええ、ベイパークワンデイトーナメントのラストバトル、果たして激闘を制して優勝するのは、圧倒的攻撃力を誇るパワーファイターサムライフレードの黒金ゼロ選手か、それともスタミナ、パワー、ディフェンス3拍子揃った忍びサラマンダの飛龍院忍選手か。いよいよ決勝戦のスタートだ。ついに追い詰めたぞ忍。今の俺はこの前までの俺じゃない。今日こそ特訓の成果を見せてやる。よくここまで来たな。だが付け焼き場で勝てるほど俺は甘くないぜ。それでは始めるぞ。3、2、1。